スレナスはパルティアの貴族。スレナスの名はギリシア語で書かれた文献に現れるのみであり、正確な本名は知られていない。パルティアをオロデス2世に仕え、カルライの戦いにおいて、ローマ軍を破った。アンミアヌス・マルケリヌスの歴史の記述における、ユリアヌス帝のサーサーアン・アサ遠征の章にも、スレナスという将軍が登場する。このため、スレナスは、 スーレーンのギリシアラテン語表記だとも考えられる。スレナスはパルティアノナの七大士族のうちの一つ、スーレーン氏族の出身である。オロデス2世に仕え、主君の弟にして最大の政敵であったミトラダテス3世を攻め滅ぼした。スレナスの属するスーレーン氏族はパルティアノナの七大士族といわれる大貴族のうちの一つであり、その権力は王に匹敵するものであった。 さらにはその七家のうちでも数ー,ーン氏族は特別な地位を占め、王の即位の際に退官する役目を代々務めたという。オロデス二世に王冠を被せたのもスレナスであった。スレナスの名が現れるのはローマとの戦いにおいてであった。当時のローマは共和政時代の末期であり、カエサルやポンペイウスなどが活躍した時代であった。カエサル、 ポンペイウスと共に三党政治の一角であったクラッススは彼らの活躍に焦り、自らも軍事的成功を収めて、名声と権力を盤石にしようと図った。この頃、ローマとパルティアの国境は定まっておらず、クラッススはパルティアと死ユーを決戦と遠征を決断した。紀元前54年、クラッススは、政教を誇るローマの不評軍団を率いて、パルティアに向けて進軍した。 これを迎撃する任務を与えられたのがスレナスであった。彼は、当時まだ30歳であったとはいえ、すでに歴戦の武将であり、国王ウォロデス2世の支持基盤である、スーレーン氏族という大貴族の当主という地位もあった。しかし、当時パルティアは、戦争が終わった直後であり、ローマの派遣してきた五万の軍勢に匹敵するだけの、兵力を整える余裕はなかった。そこでスレナスは、 ちょうど戦術を用い、ローマ軍を自国内に引き入れながら、機会を伺った。やがて、ローマ軍は、進軍を急ごうとし、行軍の負担が大きくなるにもかかわらず、シリア砂漠を横断して、メソポタミアに侵攻しようとした。スレナスはこれを好機と判断し、砂漠でローマ軍に襲いかかった。スレナスの手勢は1000の重装機兵と急戦の、 軽装騎兵のみであったが、スレナスは大量のラクダを用意して、矢筒を積ませて、先陣の後方に配置した。パルティア軍は、パルティアンショット戦法で攻め、ローマ軍はいつものように防御陣形を組んだ。今までのパルティアとの戦いでは、ローマはパルティア騎兵が矢を打ち尽くした時点で反撃を、開始するのが通例であったからである。しかし、この日のパルティア軍の弓攻撃は、 いつまで経っても終わらなかった。矢を打ち尽くした騎兵は、後方で、ラクダ部隊から、新たな矢術を受け取って、すぐさま戦場に戻ったからである。ローマ軍は強烈な日差しと、足の沈み込むような砂漠によって、疲労を蓄積させ、やがて日射病で倒れていった。さらにこの戦いでスレナスは、パルテア軍に改良を施した弓を持たせており、パルテア軍の花つ矢は、 従来のものより威力が強く射程が長かった。これによって、パルティア軍は、ローマ軍の弓矢の射程外から攻撃できる上、その矢はしばしば、ローマ兵の持つ盾を貫通した。状況を打開戦としたクラッススは、重装機兵部隊を率いて右翼に陣する、息子のプブリウスに突撃を命じるも、スレナスは退却するふりをして、プブリウスの部隊を誘い出すと包囲し、殲滅。 プブリウスは戦死した。プブリウスの部隊が突撃する間に、ローマ軍本隊は陣形を整え戦況を立て直そうするも、パルティア軍は戦死した、プブリウスの首をローマ軍本隊に投げてよこし、ローマ軍の指揮はがっした。パルティア軍には大きな損害もないままに、日没とともにこの日の戦いは終了したが、ローマ軍はすでに壊滅状態であった。 ローマ軍は撤退を開始したが、スレナスもそれを追撃した。指揮官クラッソスは、ムスコップブリウスと同様に戦死してその首を上げられ、捕虜となった一万の兵士を除いて、ローマ軍は全滅した。これが、ローマの大敗北の一つに数えられるカルラへの戦いである。スレナスは、最強とされたローマ軍を五分の一の兵力で破り、権力と名声を得た。 しかしやがて主君オロデス2世に警戒されるようになり、最後には粛清された。スレナスの死後、オロデス2世は自ら死刑を取って、ローマとの戦争を続行したが、オロデス2世は、スレナスと違って、戦いをうまく進められず、国内でも東方で騒乱が起きたため、ローマとの戦いを中断せざるを得なくなった。なおローマでは、クラッススの戦士によって三党政治は崩れ、 カエサルとポンペイウスの二人が全面対決の様子を見せ始めた。やがて勝者となったカエサルが訂正を開始する。ありがとうございます。